どうもバンです、今日は1号機持ってきました。水上飛行機ですね、こんな風にしてですね、これアルペンのね、ズダ袋ですね、わざわざ買いました。1000円はしなかったな、500円ぐらいだったかな、覚えてませんけれども、こんなね、袋がねラジコンのね運搬にね役に立ってます。それでは準備していきます。おかしいんですよね。なんかね、左旋回が怪しいんですよね。ちょっと確認していきます。ね、多分これが原因なんじゃないかなってのがありますね。フラップのね、ここはあのテープでくっついてるだけなんですけど、これが、ね、浮いてますね。これね、ほら、これはダメだわ。まあでもグイッてやったら大丈夫ですね。こっちもほら、あ、ここ破断してるやん、これ。あー、はいはい、破断っていうか、まあテープが破れてるだけですけどね。まあ、こうやってグイッてやっといたら、とりあえず1回ぐらいはいけるでしょう。ね。で、フラップを、ほいほい。はい。フルフラップはちょっと、こうか。うん。で、マッタイラがこう。お、治ったね。よし、これでもう一回行ってみよう。Thank you.
ヘッドです、やっぱ他の号機と違って大きなフロートがついてるんで操縦の仕方がねだいぶ違いますね。ポイントはエルロンじゃなかった、エレベーターをもう併用して旋回するというやり方がねいいみたいですね。あとちょっとだけアクロバットチックなこともやってみましたけども、フロートがついてるんで綺麗なねロールはできませんでしたけども、まあ、なんとかロールできました。これもねエレベーターを使った方がロールしやすかったです。本日以上です。ではでは。500.